さあ今日もね、双葉書道会のマス目押しを使ってペン字で悩む解説していきます。さあまずは立身弁の書き方ですね。縦線の位置重要なんですよ。点々の間に対して右に寄せておくんですね。水色を広くしピンクを狭くするという意味です。そうすると作りが美しく見えますからね。でよくない例書いておきます。点々と縦線の間や点角同士が広がってしまうと横方向に広がり、ちょっと太ってかっこ悪く見えてしまいますよね。もう一つこの下の囲みなんですが、これが大きくなりすぎるとちょっとねごつくなりすぎるので、ここの赤の縦線ですね、ここをあんまり長くならないようにしていきましょう。さあ以上のことで、改めて書いていきます。さあ点々なんですが、本来点々書いて縦線書くのが正しいんですが、私の考え方なんですが、最初にこちら書いておいた方が、まあ、絶対に位置って、定めやすいですよね。おすすめは縦線から書く書き順の方を、おすすめしています。左側広くて右側狭いんでしたね。点々の間は狭くしていきます。この×は左腹に対して点角短くしていきましょう。やはりこれが背高くなりすぎないように少し背低くしていきます。でさらにね、おすすめはここにスペース与えることですね。まあ、大人っぽく書くには、まあ、何かしらこうスペースが重要になってくるんですよね。ここにスペースがあるとちょっとごつさ軽減されますよね。さあ続いて筆ペンで解説していきます。今回点角ばかりなんで、試しにこの点を太くしてみます。太くするとね、ちょっと子供っぽいイメージになりやすいんですよね。点角は今から書いていきますが、基本的には細く書いた方が大人っぽい印象になりやすいですね。どの、シーンでも点角は小さく細く書くって覚えておきましょう。そうするとかなり大人っぽい印象になりますよね。さあ続いて大筆で解説していきます。さあ今までのおさらいしていきます。縦線から書くことをおすすめしています。縦線はできるだけちょっと太くならないようにしましょう。この長い縦線が太くなってしまうとごつい印象になってしまいます。まあ、先ほど申し上げましたが、点角は小さく細く書きます。で先ほどは言っていないんですが、立身弁に対して作りは少し背低くしておいた方が綺麗になりやすいです。作りがねどうしても大きくなると、やはりね押し打ち的子供っぽい印象になるので注意が必要です。で先ほども言いましたけども、この縦線の囲みはねできるだけ低い方がいい、まあ、背が高くならないようにしていきましょう。おすすめはここのスペースですね。ここをいうところにスペースを与えてあげるとより大人っぽい印象になるんですね。さあ続いて行書です。まあ、行書ちょっと正しい方の点角の書き方で書いていきましょうか。まあ、線と線をこうつなげるだけなんですが、こういうふうに曲線的に書いてあげるとね、より行書らしくなりますね。少しこのペケを、まあ、締めっていう部分にしてあげると行書らしくなりますかね。でここの部分も少し丸みを作ってあげると行書らしく、まあ、楷書とは書き分けることができますよね。ここまでが美文字です。ここからはお遊びです。まあ、せっかくねこうマイナスの感情なんでね、それを表現していきたいと思います。まあ、どうやったらマイナスになるかっていうと、線をね少し指の力を抜いて自然に筆に任せるようにして引きずるようにし、点角などをこう右に下げるとね悩んだ感じになるんですよね。少しこう線に揺れがあったりとか横線が下がるとなんかねこう元気がない印象になるんですよね。でこれをねちょっとね逆に書いてみるとわかると思うんですよ。少しこう直線的に書いて斜め上がりをこうやって強くしていくと、まあ、あんまり悩んでない感じにはなりますよね。で今日はね事前に、まあ、ハサミで半紙を切ってなんかいびつな丸にしました。これを使って鬱蒼とした感じにしていきたいと思います。まずは黒いスプレーで、まあ、やっぱり暗い、まあ、悩む時って大抵夜だと思うんで、それをね表現していきたいと思います。で紫を使って、なんか紫ってちょっとこうミステリアスな色じゃないですか。なんかそれを表現する、まあ、色があった方が、まあ、よりねこう頭の中とかを表現できるんじゃないかなと思って紫乗っけてます。さあ剥がしてみましょうか。はい、ドン。なんかここにね白があるとそんな悩んでる感じがしなかったんで、ちょっとグレーで色をちょっと加えていきますね。さあここに悩むを書いていきましょう。あんまり可愛くなりすぎないのがね私の好みなんで、ちょっと筆の上の方を持ってねちょっと渋い感じにしていき、やっぱり横線下げることで悩んでる感じを表現したいと思います。さあいかがですか。なんか悩んでる感じ表現できたんじゃないかな。悩んでる時ってなんとなく私の頭の中ってこんな感じなんですよね。まあ誰しも悩んだ経験があると思うんで、まあ、イメージはつきやすいんじゃないかなと思います。お遊びは以上です。ありがとうございました。さあいかがだったでしょうか。悩む
ですね、まあ、いろんな表現方法があって面白いと思います。まあ、今日は、ね、アートを織り交ぜたんですけど、書道の範囲から逸脱していますけれどもね。ただね、書道を学ぶとね、こういうね、はみ出した時にも表現力の幅広がるんですよね。まあ、スプレーを使うっていうのは簡単なんですよ。まあ、誰が見てもね、あ、書道以外のことやってるんだなと思うと思うんですけれども、書道だけでもね、いろんな面白い字って書けるようにもなると、まあ、さらにね、一生の書道がお友達になると思うんですよ。まあ、どうしても書道ってね、子供の時のイメージがあると思います。まあ、ただ字をきれいに写すだけ、左から右に写すだけだと、もったいないです。本当はね、書道ってもっと面白いはずなんですよね。まあ、ぜひ皆さん、大人になって初めて書道って面白さに気づけるのが普通なので、まあ、ぜひ習ってみてくださいね。まあ、改めまして、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしています。2000文字の常用漢字をペン字、筆ペン、オフで解消、行書、アートで解説しています。よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。